外に出て石を一つ拾った。この石はなぜ今ここにあるのだろう。どうしてこのような色や形をしているのだろう。偶然が積み重なった結果と答える人もいるかもしれない。だがその偶然の裏には多くの必然もまた存在している。石を見つけた場所、周囲の山や川、住んでいる国、そして地球という星の歴史、そこから導かれる必然は必ずある。どうして今ここにこのような石があるのだろう。その必然を読み解こうとした人たちの世界はとても魅力にあふれているのだ。瑠璃の宝石。